カー女子の国際親善試合、アルガルベカップは12日、ポルトガルのファロで決勝が行われ、日本女子代表なでしこジャパン、世界ランキング3位はドイツ、同2位、20対3で完敗。2012年の決勝で敗れたリベンジを果たせず、またも初優勝を逃した。過去12戦で1勝1分け10敗。日本が優勝した2011年ワールドカップ、ダブル敗、準々決勝で勝って以降、3連敗。一度しか勝っていなかったドイツの壁はやわり厚かった。ほぼベストメンバーで臨んだ雪辱戦。前半は主導権を握られながらも、要所を抑えて速攻で好機を作った。28分、大野、アーセナル、のスルーパスに抜けた川澄、レイン、のシュートから大気味、チェルシー、サワ、あいなく、が飛び込んでゴールに迫った。だが、サワラをベンチに下げた後半の開始直後に移り、モンペリエ、の中途半端なクリアから失点して試合は一気に暗転した。クロスをミッタークに流し込まれて2点目を失うと、さらにマロジャンに豪快なミドルシュートを叩き込まれ、後半16分までに3失点。ここの能力の差を見せつけられた。ドイツは昨年から若手に切り替えているのに対し、日本は世代交代が進まず、今年初戦の今大会ではベテランを招集して結果にこだわったが、明暗が分かれる結果となった。自分たちの責任、思い知らされた。後半交代選手が入ってバランスを取る前に失点してしまった、と主将の宮間は責任を背負った。なでしこジャパンの平均年齢は28から29歳。今大会、後半の勝負どころで佐々木則夫監督は35歳の沢を外して勝負に出ていた。決勝戦でも沢を前半で交代させたが直後に3失点。自分が前半出ていた時はなんとか失点もなく抑えられたので、後半は、交代して、外から見ていて悔しかったミスでやられたので、そこを直せたらいい。と話した沢の存在感を改めて認識せざるを得ない一戦になったのは皮肉だった。佐々木監督は、全体的には問題ない。ただ、ダブル敗に向けて、チームのベースがまだできていない、と偽らざる本音を漏らした。